挑戦してみたいと思います。まずは、材料を紹介します。全部、Candoで購入しました。キャンドルゼリー、クリア、日本です。キャンドルゼリーのブルー、こちらはブルーハワイの香り付き。スペースガラスのボールです。2つ、石みたいなのが入ってます。カラーサンドブルすいません、ちょっとカラスがうるさいですね。音入ってたらごめんなさい。プチオーシャンホエルシャーク、ガラスでできたサメです。クマの実、スプーン、ピンセット、竹ひこ、ハサミ、で、お店に作り方がありましたのでもらってきました。
コカラーサンドジェルワックスを入れる際に使用します。あると便利なもの、ゴムベラ、ジェルワックスを耐熱容器からキャンドルグラスに移すときにあると便利です。トートプレート、ではこちらを見ながら作っていきたいと思います。1番、キャンドルグラスに割り箸で固定したキャンドル芯を入れ、なんかキャンドル状みたいにカラーサンド2色を斜面になるように入れ、その上にグラスボール2色をまんべんなく入れます。芯が抜けないように注意。私にキャンドルの芯をこんな感じで挟んで、置くとバランスが難しい。この中にカラーサンドを入れます。砂みたいですね。
ラスボールを入れます。ピンセット使いましょう。
なんか昔飼ってた熊の実を思い出します。水槽を洗うときにお風呂場で流しちゃったんですけどね。よいしょ。ダメだこれ、掴むところが全部ちょっと斜めってて、いや、出てる。仕込むとちょっとホットプレートを用意するのが面倒だったので、サーモマグにお湯を入れて、その中に、ジェルを突っ込んでおきました。タオルを用意するの忘れちゃったな。つかな。よいしょ。透明になってますね。あ、ちょうどいいかな。入れます。失礼しましたね。あ、このままいっちゃう。気をよく入れると固まった時に気泡が出ちゃうみたいです。なるべくゆっくり、お湯の温度90度ぐらいがいい、ネットに書いてありましたね。私にしては意外とうまくいってると思いませんか？今回はちゃんとできそう。こういう手作り物苦手なんで。青森行っちゃいます。はい、溶かしました。あ、まだダメかな。
くくなっちゃったかな。っていうか、足りないですね。しまった。少し位置を調節してと。はい。で、このまま30分から1時間待ちます。ました。1時間ぐらい放置してたんですけど、全然固まらなかったので、丸1日冷蔵庫に入れてみました。でもそんなに固まらなくて、結構緩いんですよね。このプルプルしてます。熊の実は、結構うまくいきました。気泡もそんなに入らなくて、ちゃんと透明感も出ましたね。サメの方が少し濁っちゃいました。実はですね、キャンドルの芯が3本入りだったので、ちょっと材料を買い足して、もう1個作ったんです。こちら。思いっきり失敗しました。この中に入ってる丸いのが、プラスチックでできたビーズで、このキャンドル用のじゃないんですね。で、キャンドルを注いだら、ちょっと空気がいっぱい入っちゃって、こんな感じで見えるかな。なんて言うんでしょうね。ちょっと液体っぽい感じになっちゃいました。しかも、ジェルが全然足りなかった。ということで、試しにこの失敗作に火をつけてみたいと思います。こっちはちょっともったいないので。よいしょ。このビーズ色が白とピンクと紫でクリーミーマミっぽいですよね。はい、あ、ちょっと飛行機来たな。ちょっとお待ちを。私、タバコとか一切吸わないんで、もうライターとかマッチってほとんど使わないんですね。で、この着火マン、一体何年使ってるかわかんないんです。もう10年くらい使ってたり。よし、では、つけてみまーす。なかなかいい感じ。熱いかな。大丈夫。
戦してみました。簡単にできるので、皆さんもぜひ作ってみてください。それではまた。